一言だけと言いますか、まあ、私小児科も掲げてるん で本当に田舎です。あの人口6000人ちょっとぐらい の小さな町で開業医をしてますから、あのそこに住んでる、それからその近隣の市町村に住んでる、小さな子どもたち含めてもうほとんど顔見知りに近いんですね。でこのワクチン接種がこう始まって子どもたちに何とかして止めたいなと思った時に、その時にやっぱりこう原動力になったのは、自分たちが普段見てる子どもたちがもしかしてこのワクチンによって死ぬ子どもが出てくるとかね、あの寝たきりになる子どもが出てくるとか、そんなことをやっぱりすごく危機感を感じたっていうのが原動力になった。でそれは今も変わりません。何としても少なくとも身の回りにいる子どもたちは守りたいっていう、そういう気持ちです。もうその一心です。それから自分が普段見てる、お年寄りの方たち、身の回りいる人たちを守りたい、もうそれ一心です。そのためだけにあのこのもう1年間頑張ってきました。これ以上被害者の人を増やしたくない。それだけです。だから国も変わってほしいし、国民もあの本当のことを知ってほしい。以上です。